水路、旭橋の北側です。今よく晴れています。7度くらいかな。空気が冷たいです。新幹線に近づきました。山陽本線、あっちが可部線、可部線を抜けました。日が当たる倉庫山、御嶽橋の向こうに阿武山、新城橋の向こうに阿武山、武田山が見えるようになりました。倉庫山の北側に抜けますよ。新しい道ができたみたい。日が当たる檜山、右に武田山、新城橋を渡ります。よく晴れています。下祇園駅工事してるんだ。自由通路ができたんですね。下祇園駅、イオンモール、イオンモールの西側に出ました。パンを持っていきましょう。今日はあっちから日が当たらなくなりました。学校が見えてます。信号を渡りました。武田山、曇りましたね。ため池、凍ってませんね。ここは初めて通る道。振り返っています。とにかく上へ。倉庫さんが見えます。祇園4丁目と5丁目すぐそばに学校。反対に進みます。広島の街が見えています。シティタワーも見えます。案内見て右、狼狽。急になりました。雪がないですね。憩いの森、上がっています。ため池、どっちにしようかな。現在地が書いてあります。憩いの森登山口にしようか。やっと手の指が暖かくなってきました。あれ、ブルーシートが多いよ。上の道を歩けということでしょう。大きな排水溝を入れて埋めるんでしょうかね。砂防石、1枚脱いで上3枚。雪がないですね。一人すれ違いました。谷沿いの道かな。右のロープの方へ。えぐい道、そして合流点です。10時、もう一つの道と合流しました。道標。綺麗な道。標高300メートルくらい。
御門跡に着きました。周りに植林、岩が散らばってます。ここは展望あります。広島の三角巣、本川と放水路が分かれます。シティタワーや肘山、広島湾が見えます。江田島ですね。あれがスタジアム、リーガロイヤルホテル。シティタワー、広島駅の方です。さあ行きましょう。10時14分一人すれ違いました。ここも展望岩、倉庫さんが見えます。山本地区の町、続けて上へ、すぐ上の岩からの景色です。宮島の上の方が見えてます。こちらは丸山、岩があって面白いところです。ここは緩やか、標高約360メートル、千畳敷です。3人すれ違いました。もうすぐですね。こっちからここですね。10時24分武田山山頂、金山城跡です。武田氏の拠点だったお城、山上にも館があったそうです。白木山や高橋山の方です。曇りましたが見えてます。太田川の山陽道、朝大橋と山陽太田川橋、木の宗山も見えます。二つが定山、太田川が茶色い感じで流れてます。二つが定山の右奥に藤ヶ丸山と五佐宗山、手前に松笠山、大町の方の町、日が当たりませんね。学校のグラウンドも見えます。安芸大橋の方です。麓の学校、イオンモールはそこ、下祇園駅の方です。牛田山が見えてます。双葉山や広島駅の方です。双葉山の右にシティタワー、広島駅周辺、肘山、広島城の方です。サッカースタジアム、瀬戸内海、二の島、奥に能見島。倉庫さんの方は木が邪魔します。宮島も木が隠れてます。今日はまだ水飲んでませんね。おもりは
お守り岩の裏から新谷山を見ましょう。木が伸びましたね。新谷山、麓の町。屋敷跡です。イノシシが出るんでしょうね。雪がないですね。ウグイスの長寿鉢。10時35分大町の方に下りましょう。去年春に登った道です。さあ少し登ります。ここも侍が行き来してたんでしょう。見張り台、二人登ってきました。ここが出丸でいいのかな。いくつかの段に分かれてます。ここが143メートルで出丸跡ですね。さあ降ります。下りは気が楽。寒くてもキノコ。水を飲みました。広場です。ここは明るい。メルカリでビデオカメラ買ったばかり。今日は試しています。よく壊すから中古を使っています。今回のも調子が良くてお得でした。ここはいつ来ても急坂。まだ学校への道は工事中でしょうね。武田山団地の学校の方から声がしてます。登るときはええと思う坂。まだ通行不能。右にも山道があるんですよね。いよいよ分岐です。11時ですね。西側には道路が見えてる感じ。こっちは香川山への道。吹き通し。清水の方に向かいます。緩やかに登っています。樹冠からの景色。広島駅の方です。武田山の山頂。曇りましたね。ほんと太陽の様子。大町古墳。岩が多いから古墳を作るのに便利でしょうね。大町観音に向かってます。もうすぐ水場。学校の屋根とグラウンド。斜面の遊歩道です。あそこです。大町観音。大町観音水。水が流れてきます。お参りしました。どこかでシャツを交換したいですね。もう一つの道と合流します。シャツを交換して上4枚。空気冷たくても汗をかきます。もうすぐ車道です。11時25分大町の登山口です。歩き始めてから2時間7分まだ 4.4 キロくらい。まっすぐ降りてみましょうか。いつもの道。郵便局あそこ。大町バス停通過。
左に曲がったら古市橋駅の方です。11時35分ここは道が狭いから迂回路があればいいんですがね。武田山、ダスキンの前、歩道ができたらいいな。猫がいましたね。歩道が出てきた。11時50分イオンに着きました。買い物をして帰ります。新庄橋からです。黒い大判がいます。横川駅です。広島の皆さんも天満川の西側の土手、通れるようになったから見てみましょう。広いですね。車も通りそうです。窓はそこ工事してるんです。風がひんやり。